ダフニスは土星の第35衛星である。土星の艦の A 艦にあるキーラーの空撃の中を公転している。羊海衛星の一つであり、艦の粒子に影響を与えてキーラーの空撃を形作っている。ダフニスが発見されるより前にキーラーの空撃の外縁部に重力的に引き起こされた波状の構造から衛星の位置が示唆されていた。 女性探査機カッシーニが2005年5月1日に撮影した6枚の写真の中から惑星科学者キャロリン・ポルコ率いるカッシーニ調査科学チームによって5月6日にダフニスが発見された。発見された当初は S-2005S-1 という仮符号が与えられた。正式にダフニスと命名されたのは2006年7月17日である。その名は ギリシア神話のヘルメイスの息子であり、美少年の笛吹きダフニスに由来する。ダフニスは羊飼い、パイプ奏者、牧歌的な主人であり、この衛星が羊飼い衛星としての役割を持つことになぞらえている。また同じく衛衛官の中を好転する羊飼い衛星のパンの由来となったパーンとは兄弟である。また、命名と同時に、サターニ XXXV という確定番号も、 与えられた。土星からの平均距離は 136,505km であり、A 間のキーラーの空撃の中に軌道を持っている。ダフニスの軌道傾斜角と軌道離心率は非常に小さいが、例ではない値を持つ。両方とも特に軌道傾斜角に関しては、同じ羊海衛星で、遠家の間隙内に存在するパンよりも著しく大きな値を持つ。 軌道離心率があることにより、軌道を一周する間に土星との距離はおよそ9トル変化し、また軌道傾斜角により1 7トルほど上下することになる。ダフニスが A 間に立てた波は、ダフニスが軌道傾斜角を持つため垂直方向に盛り上がっており、そのため土星が春分点、秋分点に近い位置にいる時は間に影を落とす。ダフニスは土星の間に キーラーの空撃を形成しており、その幅はおよそ 42km である。ダフニスが通過するたびに空撃の円は重力の影響を受けてさざ波が立ったような特徴を示す。空撃の両円では高低速度が異なるため、空撃の内側で立った波はダフニスの高点に先行する方向に進み、逆に外側で立った波は高点から遅れる方向に進む。 これが上や右の写真で見られる左右方向に伸びた波の成因である。ダフニスがわずかに軌道傾斜角を持っている影響で空撃の両縁に立つ波は艦の平面に対して垂直成分を持つ。これは艦の平面から1500メートルほどの高さに到達する。カッシーニによって撮影されたダフニス。2017年1月18日にダフニスは 十分に近距離から撮影され、その形状が明らかになった。衛星はほとんどが滑らかな表面に覆われた不規則な形状をしており、クレーターは少なく、また赤道面に理事構造を持つことが判明した。ありがとうございます。